こんにちはです。今日のテーマははるさんゲーム界でプレーしたプロジェクトユニバース紙ペンの紹介です。うん はい、それではですね、春さんゲーム会の4つ目と。 まあ、今回の鳥のゲームとして、プロジェクトユニバースの紙ペンを行いましたので、こちらの紹介をしていきたいと思います。このゲームはですね、ホイゲームズの名作、プロジェクトユニバースの紙ペンという風うに書いてますけども、まあ、ホイゲームズっていうのは、矢沢さんというね、ゲームデザイナーの方がいらっしゃるんですけども、今まで、えー、老子契服とか、このプロジェクトユニバースの他にも、ドラゴンとか老子契服マメイといったゲームを作ってこられた方なんですけども、 この矢沢さん、いつもの春さんゲーム界の常連と。 ということで、豆が大好きでね、豆とガイアプロジェクトが大好きな矢沢さんなんですけども、一番最先作のこのプロジェクトユニバースの紙ペン版ということで、まあ、今回プレイしましたね。こう非常に綺麗な紙ペンのシートになってますけども、今、時期的に言うと、まあ、もう時期ゲームマーケットが近づいてるんですけども、いゲームズの矢沢さんのアカウントですけども、この今言ったこう,こういうゲーム作ってますね、ということで、ここにね、ゲームマーケット21年春、 春はハレルヤロックボーイブースさんで、えー、委託販売をされるということなんで聞かれる方はね是非ご興味が ある方はですね、あのお買い求めいただきたいなとは思うんですけども、まあ、今回これの紙ペンですね。ガイア大好きだよっていう話と、あと春自体に、まあ、ブーストって新作っていうのはないようなんですが、秋には大好きなテラミスティカを勝手に紙ペンにアレンジしたゲームを出したいと思ってますよということで、まあ、非常に期待したいところなんですけど、気になるのはじゃあこのテラミスティカの紙ペンは作って、まあ、今回試作段階だとは思うんですけども、プロジェクト とい,いうようなちょっと話を聞いてみたんですけど、今回紹介するプロジェクトユニバース紙ペンっていうのはテラミスティカにバンドルされるようですね。なのでテラミスティカの紙ペンも楽しめるし、プロジェクトユニバース紙ペンも楽しめるということでですね、これは非常に期待したいというふうには思っております。 で、じゃあ、このプロジェクトユニバース紙ペンがどんなゲームかっていうことなんですけど、えー、もう一回戻りまして、はい。このプロジェクトユニバース、このゲームの紙ペン版っていうことなんですけども、このプロジェクトユニバース自体、どんなゲームだったかっていうと、これマニュアルになってまして、ここがメインボードですね。このプロジェクトユニバースっていうのは、ここに豆畑があって、 でここに浄水設備っていうのがあるんですけど豆畑に行くとこの緑のリソースがもらえるとで浄水設備に行くと青いリソースがもらえると基本的にはこの宇宙にロケット飛ばしてでそこでいろんなこうミッションを達成して VP 稼いでいくっていう感じのゲームなんだけど5つの ABCDE っていうのが契約カードっていうのがありましてこのカードをはじめあのアクションで入手するんですねで入手するとまあこうワーカーがついててまずはワーカーをもらいます 例えばこの A だと A に行くとこの緑を払って 2VP、青を払って 4VP ってもらえるんで、要はこうやって緑と青を持っとけばこれで A に行けば 6VP もらえるわけです。ここにピュッとロケット飛ばしてね。ねで次こう D、D 行くぜみたいなね。まあ、そんな感じでこのカードいっぱい集め、リソースをもらいで変換して VP とかなんかこう行きかけにいろんなもらったりして VP 稼い でいく、まあ、ざっくり言うとそんな感じの、まあ、他にもいろんなねこの勝ち筋はあるんですけども一番王道というかメインはそういうプレイになってるんですがこの辺りをシミュレートちゃんとされてるんですねこれあであそうそう重要なことこのロケット と飛ばしててて移動って言っ言るんですけどこれがですね、ここに個人ボードがあって、ロケットに打ち上げリソース持ってこうにも、倉庫がちっちゃかったり、打ち上げるときのお金がかかったり、で移動するときに、これ一歩移動するのに5ワーカーいるんですよね。本当はこれ、 一回の移動で、いろんなところをまとめていきたいんですよ。これ手番を稼ぐために。ここに A に行って、まあ、ここはどれかなんだけど、例えばこれ C だったら A に行って移動して C に行って移動して D みたいな。一回で三つ行ければですね、まあ、三箇所制覇して、それぞれのリソース払って VP とか、まあ、いろんな目的地まとめて全部行ったらセットコレクションとかいろいろあるんで、できれば一回の移動で複数の場所を訪問したいんだけども、一個移動するたびに5ワーカーもかかるから、 じゃあ、この技術開発してレベルを上げていきたいんだけども、これ他のとこと違って、なんもこの、なんもっていうか、ほとんどリソースもらえないような辛い激辛仕様になっていて、なかなかレベルを上げさせないようになってるんですね。で、私は、いや、これはそれだけ美味しいってことでしょうって言って、まあ、大金突っ込んでリソースももらえないので頑張って上げてったんだけども、やっぱり厳しくて終わったと。まあ、そういうプレイがあったんで、今回そういうところもね、えー、再現されてるのかって というのは気になるところはあるんですが、プロジェクトユニバースカミペンですね。ここの、ここもでもですね、豆畑、まあ、ここに書いているけど、豆畑や浄水施設っていうのはありますし、あの、技術開発のエンジンもここにありますし、これも同じようなロケット飛ばす仕組みが用意されているので、このオリジナルのエッセンスっていうのが感じられるようになっています。でちょっと具体的な説明をしていきたいと思うので、ちょっとまた切り 変えます。ちょっと拡大した画面にしてますけど、ここがさっきの移動していくところですね。A とか B とか C とこれが依頼カードに相当する部分になってますし、豆を入手するアクション、浄水設備のアクション。この辺ちょっと具体的に説明していきたいと思います。一番初めこのゲームはですね、 三金後牧草を持ってスタートします。ゲーム12ラウンドあります。各ラウンドにできるアクションは一つです。各ラウンドにできるアクションというのは建設、えー、牧草、倉庫契約、輸送、帰宅。まあ、どれかのアクションになっています。ラウンドの流れとしては、一番初め各プレイヤーは、これカードをめくるんですけど、めくったカードに対応する開発済みの建造物に応じた収入をまずもらえます。 で、その後、何らかの手番のアクションを行うことができるんですけど、そもそものこの対応、この手分の収入は何じゃいってことなんだけども、建物建設というアクションをやると、豆畑を建設すると、2ボックス草1金払えば、これが1個。チェックと。ここ。 でチェックすると豆畑が、えー、手に入ったので要は3豆のリソースがどっかに使えますこうすることによって1金の手のマークがあるんですけどこれ山からマイラウンドカードをピロッとこうめくりますでめくった結果こいつ豆畑に相当するマークのカードがピロッとめくられたら1金もらえます6つ立てれば6金もらえるとそういうマイラウンドの収入これが合致したら収入がもらえる で同様に浄水設備っていうのは浄水設備を建てると3ボックスを2金で水のリソースがもらえるとこのマークが出ると2金別荘っていうのになって別荘を建てると12金ってかかるんだけれどもこのアクションは何だっていうとこれかこれかこれかのどれかをチェックすることでその効果がありますこれは、 8金もらえる。これは3、好きなリソース、あの、緑か青でと、4VP。これが4牧草と 3VP もらえます。例えばこれ、12金払って8金もらうアクション、美味しくないやないかって思うかもしれませんけど、これを立てると、ゲーム終了時の 4VP がついてくるのと、マイラウンドの手、別荘が出ると、3牧草もらえるんで、そういう効果もあります。 それから、取引所っていうのは、2ボックスを1水で8金もらえる。取引所を建てることで2ボックスをもらえる。これが研究所で8金を払うと、このレベルが1個上がります。このレベルっていうのは、こいつですね、宇宙を移動するときの1歩あたりの必要な牧草の数になります。だからレベル5まで行ってると、1歩移動に3ボックスでいいけど、レベル上げてないと7ボックスを入れようと。しかも、レベルを上げると VP ももらえると。 いうののがこの研究所アクションですね。だからまあレベルはこれは上げたいよねと、まあ、そういうアクションですねでこの研究所の蜂筋っていうのは取引所でもらえるキンとのこう相性がいいから取引所をやって研究所みたいなアクションに親和性があるかなと、まあ、思うんですけどさっきラウンド開始時に建てたもののリソースをもらって建設アクションやったらこれもらえるって言ったんですけどこれあの手番にできるのはちょっと帰宅っていうのは置いといて基本的には手番にできるアクションっていうのは建設部 牧草倉庫契約、輸送になっていて建設っていうのはここのさっきの建物を建てるんだけども牧草契約はここのこういう牧草をもらえて輸送っていうのは移動ですね移動することができるアクションなんですけどさっきこうカードピロッとめくって一番初めに手アイコン分の何らかの収入をもらえるっていうことを言ったんだけれどもここなんかマークいろいろ買い取るじゃないですか でこれは何を意味するかっていうと、建設か牧草契約か輸送かどれができるんだけれども、建設のアクションをする場合、出たマークの色のアクション以下のものしかできないです。つまりカードをめくって、これらが出た時にはこのアクションしかできないし、これが出た時には銀か銅ができると。 で、こいつが出たときには、黄色以下のアクション、ツーアクションできることになります。このツーアクションは別に建設と別のでもいいんですけども、まあ、建設するんだったらどれでもいいよということになっています。なので、どれでも、俺今回別荘建てたいと思っても、この色の時には建てれないよと。なので、出たカードの情報とか、その建てる、どのタイミングでどれを建てるのかっていうのは結構重要にはなってきますね、これ。 建設は、今言ったみたいな、マイラウンドの収入や、このリソースをもらえたり、移動するときのコストを軽減する、そういった効果があります。もう一個の次のアクション、はい。建設はそれでいいかなと思うんですけど、牧草契約とは何ぞやっていうことなんですけど、これは A から E のチェック、こういうところにチェックをどれか入れていきますと。A は 2, 2種類の A があるし、B も2種類あると。まあ、そういう意味です。1個あります。 チェックできるところがでチェックすると、例えば B でチェックすると、10牧草がインスタントでもう手に入ります。これはプロジェクトユニバースというところの契約カードと同じ意味 移動中にこのリソースを払うと VP がもらえます。A とか B ははじめこれ10ボックスをもらって美味しいんだけれどももらえる VP も若干しょぼいで E とかだと5個しかもらえないけどもこの青いの水を運ぶと 24VP がもらえたりしますだから VP がね多いところはもらえるリソースも少ないし当然 VP が多いっていことはリソースも多く必要になります で、これ、豆はね、この21に対して3。ここも32に対して2と。浄水設備の方が要は水はレアなんですよね。もらえるものも。だから、より貴重な素材になっていると。 いうことですね。この輸送アクションについて、具体的に説明していきたいと思いますが、この輸送っていうのは、基本は移動ですわ。宇宙を移動して、であの商品っていうかリソースを支払って VT を獲得していくというアクションですね、これは、はい。で、そのためのコストが牧草の数なんですけども、この牧草については、移動するたびに必要なコストなので、そりゃ少ないに越したことないから、レベルを上げてから移動したいよねっていうのが、まあ、にはなります。 で、しかもレベルを上げると VP もいっぱいもらえるから、何としてもここを上げたいのは事実なんですけど、まあ当然のごとく、まあ誰だってそう考えるわけですよ、これ。レベルを上げてから1回でガーッと移動すればいいじゃないかって思うんだけども、なかなかそれがそううまくいかないような仕組みを作ってるところが、このゲームのいいところで、私が今回それをうまく利用できなかったところが、 敗因と言いますかですかでね、これはで。何が問題だったかっていうところになるんですけども、まあ、ここの図を見てもらったらわかる通りですねここの地球から A とか B とか C とか移動ルートに従ってロケットが移動していきその度に牧草をスすとかが必要ですよとまあそんだけ移動する度に牧草はいっぱいいるんだけども契約しておけばその牧草は手に入るので契約して牧草を手に入れながらその運ぶ時のこの VP の元を用意して飛び立てばいいよ 1>, 1回のアクションでは牧草さえ払えばどこまででも移動していいので例えば契約 ABCDE って契約しといて移動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 みたいに行ければですね1回のアクションで全部済ませるんでそれは得じゃないですかなので私の考えたことはまずレベルを極限まで上げて1回でうらーって運ぶっていうことをやろうとしたんだけども、まあ、これが廃着でしたよという話ですねで、まあ、どの辺が廃着かっていうところなんですけどもこれあのこのゲームはですね 移動した先に、例えば A にまず移動しましたと。で、A に移動して、これを事前に契約しておく必要はまああるんだけれども、で、まあ A 移動しましたと。でも仮にレベル1でもいいっすよ。7ボックスはいるからこれ全部チェックして、はい A に来ました。おめでとうございます。で、まあ事前に豆畑とか浄水設備持ってたらこれチェックチェックってして、それで 11VP もらえるわけです。そのチェックを無事できればですね、浄水設備をもらうことができます。アクションして浄水設備って選ばなくても、ここに行けば、 この浄水設備が一件立つわけですねあの状況によってはですね、ここから次に例えば D に行くと。で、D に行くことができて、まあ、D じゃあんまり説明になってないか、まあ、まあ、B に行ったとしましょうか、便宜上。で、B に行って、ここに来ました。で、まあこれも契約もし持ってたとして、A と B 持ってたとして、ここで A を立てられたから、この 浄水設備ががででできるるんん豆が2個あるんですよねだから、B に来て、豆を即払うこともできるんですで、チェックチェックみたいのしたら、今度また募金が入手できますってなってるので、この移動しながら、いろんなアクションもできるし、移動しながらこれ、これらのアクションというか、本来、建設で建てないといけない家、浄水設備、 取引所、まあ、お金、ご金、それから研究所から豆畑。これらをもらうことができるんで、そこまであの牧草の軽減にこだわらなくても、ちょろっとピッピッと2箇所ぐらいの移動でいいんじゃないかなと思うんですよね、これ。ピピッと移動して、とにかく目先の契約すればだいたいある程度牧草は手に入るんで、もらったらそのままピュッピュッと行って、これらを建てれるし、ここも C、E とププッと行け,けば、C でチェックして豆もらって、E でこの研究所 研究所を建てることができれば、それでレベルがワンランク上がるわけなんでね、なので無理して、例えばお金苦労して取引所作って、あ、豆畑。 立ててで、その豆と取引所ボックスを払って8金もらってで研究所って建てれば効率もいいんだけれどもでそれにどんだけ手かかるねんってことですよね豆畑で1ターン取引所で2ターン研究所で3ターンってかけてまた契約で1ターン1ターンなんてやってるといつまで,でもそれで中盤まで来てしまいますからねこれ12ターンしかないんですから。 そんな悠長なことしてられんかったっちゅうのに、それを延々とやってたんですよね、これ。取引場、研究場、取引場、研究場みたいな。バカかって感じですよね、これ。ありがちなパターンなんですけども。なので、とっとと移動すると、初めに。で、よかったんですよね、これね。これで、とにかく契約、契約ってすれば、それで豆入るんだから、これ行きゃいいじゃないですか、ピュッピュッと。 こっちも、また C と E 行くんだったらまた C と E 契約契約ってなんてプップっていきゃいいじゃないですか。まあ、そうやってね、とにかく契約したらすぐ移動でよかったんですよ契約して移動して立つんでね。そういう風にして移動しつつ、ここみたいに移動してこれでレベルが上がるわけやから無理してお金取る必要もないし。 もちろん、こっちの AD ルート行ってお金もらって、なんかのタイミングでもちろんね、研究所建ててもまあいいわけですし、まあ、そうやってこう、あくまでももう、契約契約出発。で、なんかそれを調達したのを生かして、また契約契約出発みたいな感じで行った方が良かったんでしょうね、これは。まあ、その辺が、そういう機動力のあるプレイを、このゲームはすべきだったかなというのが、まあ。 反省の弁なんですけども、でもそういうことをすればまあ良かったでしょうし、3まで行っていくなんていうのは全然いらんかったですね。もう5もしくは4まで行けりゃ御の字だし、こっから先は 7VP の価値があるかぐらいのつもりでやってればね、結構これ、牧草ありますからね、そこまで下げるのに固執する必要はなかったかなと。で、各それぞれの契約ごとに1回チェックができて、このボーナスもらえますから、ここでもらえるボーナスはやっぱり最大限生かすような。 その辺りがあれでしたね。で、最後に得点計算ですけども、得点計算が下に書いてあるもののトータルです。で、左から行くと、これは未達成チェック。この契約はしたけども、ここに行くことができなかったら、その分が契約できなかった分、マイナス点があって、で、次が、ここの VP。 えー、契約で実際チェックできた VP が入る。で、あとは別荘のチェック、からこのこいつのチェック、倉庫の黄色い牧草の残りによる VP ですね、これ。これを意外とね、ちょっと私軽視してましたけど、15VP 行為なんで、極力こっちを使って、ここの、こういうとこでもらえるピュアな豆を置いておくと、まあ、VP が。 取れるしあだからやっぱりこの別荘を意外とあの軽視したらあかんねここでもらえる牧草を貯めといて 15VP になればここの 15VP とこの 15VP とこいつが取れますからね。 これはもっと、えー、行くべきでしたね、別荘。結局一軒も私行けなかったんで。えー、っと、あとはこの輸送の VP になりますね。ゲームとしてはそういう感じになります。で、結局勝ったのはハルさん。まあ、ハルさん別荘プレイしてたんでね、さすがだなと。そういうのをこう見切ってね、プレイしてましたね。これがプロジェクトユニバース神ペンということでね。私がね、ここで言って、まあ、このゲーム自体まだあの発展途上だと思うんで、実際にこれから矢沢さんのことなんで、多くの テストプレイを経て商品化ってなるんだろうと思いますけどねなんか僕がここで語ったからもう絶対にあのテラミシテか紙ペンのバンドルをコミットしたことになったじゃないですかとかって言われたらあれなんだけども現状ではねそういう構想みたいなんで矢沢さんの、まあ、矢沢さんのっていうかそのホイゲームズの次回作に、ね、期待したいなというふうに思いますので以上がこのプロジェクトユニバース紙ペンの紹介となります えー、アトクチャンネルでは、えー、ゲームの紹介からプレイ動画の方を主に扱ってます。もしこの動画がですね、面白かったとか、えー、ためになったと思っていただければですね、私のモチベーション向上のためにも、えー、いいねボタンからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、本日は以上となります。さようなら。